今回のテーマは、近代、世界恐慌と日中関係です。それでは始めます。まずは世界恐慌です。世界恐慌が発生した、ニューヨーク株式取引所がある場所の呼び名。ウォール街。ウォール街で株価が大暴落した年月日、およびその呼び名。1929年10月24日、暗黒の木曜日。世界恐慌時のアメリカ大統領。フーバー。フーバーの出した、戦災と賠償金の1か年の支払い停止猶予令、強硬化のドイツを救済。フーバーモラトリアム。大恐慌中に就任した。民主党出身のアメリカ大統領。フランクリン・ローズベルト。ローズベルト大統領が実施した、恐慌に対する政策。ニューディール政策。ニューディール政策のうち、農業に関する重要な立法。農業調整法。ニューディール政策のうち、産業全般に対する重要な立法。全国産業復興法。ニューディール政策のうち、テネシー川流域の開発を目的として作られた政府機関。テネシー川流域開発公社。全国産業復興法の中で、労働者の権利に関する意見の部分を立法化したもの。ワグナー法。フランクリン・ローズベルト大統領の、ラテンアメリカに対する外交政策の呼称。前輪外交。プラット条項を廃止し、アメリカが1934年に完全な独立を承認した国。キューバ。恐慌を克服するために、イギリスで1931年に成立した内閣。マクドナルド挙国一致内閣。マクドナルド挙国一致内閣が停止した通貨制度。金本位制。1932年のイギリス連邦経済会議が開かれた、カナダの都市。オタワ。オタワでの会議で採用された、排他的な経済政策の呼称。ブロック経済。広い植民地に成立した、イギリスの経済圏。通貨にちなんだ呼称。スターリングブロック、またはポンドブロック。フランスが自国植民地を囲い込んで形成した、経済ブロック。フランブロック。1936年にフランスで成立した内閣。社会党と急進社会党、共産党が協力して成立した。人民戦線内閣。ここから日中関係に入ります。関東州と南満州鉄道の警備を担当した日本陸軍の部隊。関東軍。関東軍が1931年の9月に起こした南満州鉄道爆破事件。竜城湖事件。竜城湖事件がきっかけとなった、満州の侵略戦争の呼称。満州事変。日本の満州侵略の調査を行うため、国際連盟が派遣した調査委員会。リットン調査団。1932年の3月に建国された傀儡国家の名称、及びその執政や皇帝となり。清朝の最後の皇帝になった人物。満州国、溥儀。日本が国際連盟から脱退した、二つの主な理由。リットン報告書の採択、満州国の不承認。国民党の圧を受けて、1934年の10月から約2年間行われた、中国共産党とその軍隊の大移動。調整。調整の途中に共産党が発表した内戦停止と民族統一宣戦を訴えた宣言。81宣言。
調整の結果、新しい根拠地となった、陝西省の都市。延安。1936年、張学良たちが蒋介石を監禁した事件。西安事件。西安事件をきっかけに生まれた、民族的抵抗組織。抗日民族統一戦線。1937年7月に北京郊外で起こった、日中の軍事衝突。盧溝橋事件。日中戦争の勃発後、国民党と共産党の具体的な協力体制。第二次国共合作。1937年の12月、日本軍の南京占領部隊が起こした大量虐殺事件。南京事件。中国国民政府が南京から首都を移した2つの都市。武漢、重慶。蒋介石のライバルの政治家。重慶を脱出後、南京に日本の傀儡政権を立てた。汪兆銘。以上が近代、世界恐慌と日中関係でした。次回は、近代のまとめその2です。この時間のお相手は、ゆきみくちゃんでした。また次回お会いしましょう。